おー、完璧。曲がらないね。超えてる、超えてる。オッケーオッケー。短い。ここは短いね。サービスホールだね、うん、結構、うん。よし。よし。バンカー越えになりそうだね。うん、あ、ここもグリーンがちょっと色が、あ、本当だ。変色している。ま、た結構奥だね。うん、グリーンの奥は、奥までずっとね、登ってる感じだね。うん、あれ大きい。およし、アプローチを触ろう。80ヤード。あー、負けた。いけ。終わった。終わった。飛び乗り。浮いてるからそんなにこの辺、うん、この辺落とす、なんかちょっと下ってるし、うん、こういう時は、うん、緩まない。そうだね、今のゆっこのイメージの落とし場所だと、うん、球上げないとなるほどガーっていっちゃうから、うん、もうちょっと落とし場所を、うん、手前に持ってって、はい、で打った方がいいかな。転がし込む、うん、いつも通り、うん、結構ね、芝がね、うん、多そうに見えるけど、うん、多分そんなないと思うんだ、うん、ちょっと上げようとせず、オッケー、結構普通に軽めに打ってあげた方がいいかも。はい、結構すげえな結構上げようって意識しなかったからうまくいったの。そう、すげえな。そうそう。上げようやる。もう一回やろうか。上げようっていう意識をなんかバサバサバサって。こうやってやね。うん。このモハモハで。うんうんうん。ちょっと被ってるのね、フェイスが、うんうん。だからちょっと開いてもいいかな。傾斜通りに落ち、うん、おー初速速っテイクバックがあんま上がってなくて、うん、手でこう、うん、やってる感じやったね、うん、もうちょっとこう大きめに振ってもいいと思う。ふわっと、うん、難しいよねここはね。左足下がりで芝がパヤパヤで、パヤパヤってわかるかな意味。芝がパフパフ？はい、芝がパヤパヤ。ええ？混乱。もうちょっと優しくね。もうちょい大きくても。そうそう。うん、そう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 。その速さ。でもうちょっとね、あの中心低く取っていいよ。膝ちょっと曲げて、そうそうそう。おお、当たっちゃダメだよ。おお。うん。だってリサちゃん低いもんね。うん、高いとねやっぱね、ブラブラしちゃうから、うん、低くした方が扱いやすくなるから。なるほど。もっといけ、もっといけ。あったー。
長い距離のパッターってどうしてるの？もうイメージと距離感、イメージ距離感、なんかアプローチする感じで振ってる、うん、あ、このぐらいの距離感かな、うんうん、最近やんないね、じゅんちゃん、うん、よかったナイスリカバーやった旗と傾斜の間ぐらい、そうだね、ギリギリのとこだね、うん、よし、うん、低くね、低くね、うん、よし、出るのは、うん、もうゆっこの構えが低く打ち出したいっていう構えだから、うんうんうん、低く出るのは当然なんだけど、それでももし、うん、もうちょっと上げたいんであれば、うん、ね、うん、もうちょっと球を真ん中目に置いてもいいし、うんうんうん、今右足の、うん、かかとぐらいなのね、うん、この辺、そうそうそう、この辺に置いてあげれば球はもうちょっと上がる。あー、なるほど。ずっとね、球が当たる角度がちょっとかぶって当たるから、うん、はいはい、もちろん低く出るんだけど、はいはいはい、球をもうちょっと左目に置いてあげればフェースがちょっと開いてきて、うん、当たる角度がこれになるから、ちょっと球が上がりやすくなる。なるほど。そうそうそう、球の位置が結構ずっと一緒、うん、そうだね、うん、右の肩、右足肩と。なるほど。だその場面に応じて、うん、球の位置をちょっとずつ変えてみるといいかもしれない。うん、なるほど、なるほど、うんうん。それだけでトップは。あ、やばいか。もうちょい。
のかも。いや。あ、撮ってた。撮ってた。撮ってた。ギアとか言って。いや。言ってるね。うん、ドライバーはね、うん、全然普通なんだけど、うん、セカンドから左に向く癖がある。なぜか。なんでだ。トリッキーな癖が。トリッキーな。非常にトリッキーな癖が。なんなんだ。よっしゃー、ポチ。で、多分ラインはスライスラインだから。はい。でも良かったね、最後アプローチめっちゃ本当に文句なしでしょ。うさちゃんのおかげです。大丈夫、うさちゃんのおかげです。玉の位置だね、ゆっこはね、うん、玉の奥位置のバリエーションと、うんうんうん、あと今までなんか結構割とピンにしっかりとこまで転がすイメージしたから、うん、あ、なるほどね。そう、結構確かにね、手前目でも手前なんだね、もっと意外と手前なんだね、うん。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ハーフ終わりました。はい、はい、いや、どうでした？勉強になりました。本当に本当になりました。そうね、なんかなんかでやっと息があったね。なんかね、うん、なんかどうだった？そのアプローチの基本的にその転がしの私バリエーションが一つしかなかった、うん、そうだね。と、あ、なるほどって、ちょっとそのボール の, その置く位置も、うん、あ、その臨機応変によって、まあ、ちょっと少し上げたいなっていう時とか、少しだけボール真ん中にとか、うんうん、そういうのを考えたこともなかったね。もっと、うん、なんか私のイメージで、うん、もうちょっとなんかこう上げるとか、うん、やるイメージがあったんだけど、うん、結構パターンがワンパターンだったのが結構意外だった。ワンパターンです、うん、そうからすごい、それがなんかもう自分の中では新しくて、うん、なんかもっといろいろやり方があるんだと思って、うん、嬉しい、うん、全然まだまだ教えることたくさん、うん、たくさんある。本当教えてもらいたい、うん、方法がまだまだいっぱいありました。そうね、球の位置と、うん、あとちょっとフェイスがこうかぶせ気味、ちょっとかぶせ気味、うん、だから球も低く出やすいし、うん、トップも出やすいかなっていう、うんうん、なるほど、感じですね。いい勉強です、うん、本当にまだまだ伸びしろは、うん、あるっていうことで、あるあるある。ね、最後アプローチがうまくいってめっちゃ嬉しい、ね、本当、集大成本日のはい、できたんです。まだまだこれからもちょっとりさちゃんには教わりたいと思います、うん、はい、教えたいと思います。はい、お願いします。はい、冬だからかな、ね、今日一日中ちょっと口が回んなかったね。口が今日はね、 いいと思うよ、いい感じ、楽しませていただきました。なんか、ね、固まってました。うん、ありがとうございました。コメント、高評価、うん、チャンネル登録、うん、はい、それぞれお願いします。お願いします。バイバイ。